ボタンの博多物語第1回目始めたいと思います。<laughs> あ,ーーあのー、博多物語というね、タイトルをつけていますが、福岡の全体的な楽しいお話などやっていけたらいいなと思っております。どうぞどうぞよろしくお願いします。そして今おしゃべりをしているのはボタンです。 どうぞお名前覚えていただければ嬉しいなと思っています。よろしくお願いいたします。さあ、皆さん、福岡ご存知でしょうか九州のね、地図で言えば一番上にあるんですけれども、11月30日の、ねえー、データですが、先月より 555名増えて、510万7467名、福岡に住んでいるということです。福岡のね、あの、まあ、中の町とかはちょっと詳しく調べてないんですけど、福岡市、私が住んでいる福岡市は、えっと、区が7つあります。 皆さんよくご存知の博多区、それから天神などで有名な中央区、それから東区、南区、西区、西区沢田区、城南区というね、7つの区で福岡市はできています。今天神のね、えーまあ、中央区にあります天神では天神ビッグバンというね、えー、そういう ものが行われていて、ビルを建て替えて、大きなビル、ね、にしているところです。のりさんあれ声が聞こえないけれども、のりさん。はい。はい。あのー、のりさんは天神来たことありますか全然ない。あははそうなんですね。今回はね、どしかしてないね。うん そうですか。どちらにいらしたんですか九州は他未来行ってんやけど、<laughs> 福岡だけ行ってない、ね。なんでそんな <laughs> そうなんですか。じゃあのりさんがあ福岡は是非行かないといけないなって思うようなね。楽しい話をねしていけたらいいなと思いますが、えっとうん、福岡のイメージのりさんどんな感じがありますか？あ あ有名な割には、うん、博多どんたくかあんじゃんあそうですね。これは5月に行われる博多どんたくっていうね、あのー、天神のね、街をずっとみんなで歩いてで、パフォーマンスしていくお祭りがあるんですけど、博多には3つお祭りがね、大きなお祭りがあって、7月には、 博多祇園山笠これは、うん、あの、京都にもね、あの、祇園さんってあると思うんですけど、博多の方がちょっと郵送で、く田神社っていう神社があるんですね。うん、で、そこの手前から走り出して、神社を駆け抜けて、街の中に抜けていくっていうね、あの、お祭りなんですが、もうね、 女の私でもうわーってなんか血が騒ぐというねお祭りで大好きなお祭りなんですよね。のりさんのところはほらんか思い出した,出したあのー、あります、ね、っ <laughs> 違いますでもねあの本当にかっこよくて写真後ろ姿とか撮ると なんかそこが目立つみたいで、みんなが、ね、おちりおちりって言うんですけど。あのー、そこ見てるわけじゃない。<laughs> いや、それだけすっげえって聞いたように思って。大谷あ、違います。<laughs> でもね、本当に、あの、郵送でね、賑やかなお祭りなんですよね。朝のね、五時四十九分に。走り出すんですね。当時、あの。七月の十五日なんですけど。うん。 これ見てほしいなぁ、のりさん。うん。とってもね、いいお祭りです。そして、あっ。うんあ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。そして、えっと、秋のね、入り口、9月の12日ぐらいになると、お祭りで言えば、北条屋、ね、というお祭りが開かれて、箱崎宮っていう、あのー、 神社があるんですが、海まで長い参道があるんですよね。<laughs> で、そこの参道に、ものすごい数の、あのー、出店が並んで、で、その右手、左手に入っていくと、あのね、あれ、なんて言うんだろう、物、物見せ小屋、あれ何小屋っていうのかなバス山 <laughs> 違う。 <laughs> なんかね、いろんな芸をするようなところの、うん、があったり、あのー、お化け屋敷があったり、それから射的があったり、金魚すくいがあったり、なんかね、みんなで遊べるようなね、えー、空間があって、もう博多の人たちはものすごく好きなんですよ。うん。それで、あのー、この、さっきね、のりさんが言ってくれた、 博多どんたく、博多祇園山笠、北条やなんかね、これが博多の三大のお祭りということでね、有名なお祭りがあるということなんですよ。うん。のりさんの,あの家の近くでもなんか勇壮なお祭りありましたよね。うん、だんじりね。うん、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 うん。どっちかって言ったらだんじりに近いけどもちょっとおとなしいかな。うん,うん。そんな感じのね、お祭りが。 山笠なので、ぜひ、うん、ね、一度ね、来ていただけたらと思います。早起きしないといけないけど。うん、<laughs> でも結構ね、あのみんなは、もう夜中ね、まで飲んで、で、なんかもう街に繰り出して、で山笠のね、あのー、用意をしてるところを見たりとかね、うん、なんか、うん。そういう風にして過ごして、もう、 みんなで道のところに並んでそのね言うそうなお祭りをね眺めるっていうのがね結構楽しみにしてる人がいっぱいいると思いますうんうんうん見世物小屋って書いてあるねあ、そう見世物小屋だ <laughs> ありがとうございます何だったかなと思ってちょっとねここからね私見えなくなっちゃったんですよえ、なんでコメントが全然見えてないの動かない うん、うん、だからちょっと、どこかよくわかんなくてごめんなさいね見せ物小屋だ、そうそうで、福岡の食べ物のりさん、有名なの何かわかりますか福岡のタイムは、うん、ラーメンって書いてあるけど<あ>、うん、そう、ラーメン一番<ー>、ね、なんか、男の人はね、結構好きなラーメン 有名なんですけど、実はね、うどん屋さんも結構多くて、うどん発祥の地なんですよ。うんうん。え、うどん発祥そう、なんかね、博多駅の近くのお寺さんのところに火があって、そこに、えっとね、まんじゅうとうどんの発祥の地って書いてある火が立ってるんですね。 うん。で、あの、男の人は結構ラーメン食べに行くの多いんですけど、女性は、あの、おうどんを食べに行くことが多いと思います。有名、うん。いっぱいね、あの、いろんなうどん屋さんがあるんですけど、有名なのは、うどんの具としては、あの、丸天丸い天ぷらある、あります。わかりますかねうん、うん、丸天がドーンと乗ってるのとか、ごぼうん、五光天 ってね言うのがなんかとっても人気みたいで、うんうん、私はあのねいつも食べに行くうどん屋さんはミニセットって言って子供用のセットがあるんですけど、うん、その上にエビ天とそれから肉とそれからゆで卵の半分が入って、うん、たくさんなんか上に乗ってるそんな感じの うどんが好きで、何でも入ってるってね。そう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 。なんかすごい得した気がするんですよ。<laughs> <laughs> で、それでね、五百八十円ぐらいかな。それにあのね、あの何ご飯って言ったらいいかな。カシワご飯ってわかります？カシワご飯。うん。カ <laughs> が入ってる。そうカシワってわかるのかな？カシワわかるよ。あ、そっか。じゃカシワご飯、鶏肉がね。 そう、入っている炊き込みご飯なんですけど。うん、それが、あの、ついて、は、五百八十円ぐらいなので、とってもね、お安くいただくことができます。<laughs> あの、半円は入ってじゃないわけ。うん、何?。まあ、大阪でやったきつねうどん。きつねうどんとかもありますよ。うん、一応ね、あるんだけど、あんまり食べてるの見たことないな、みんな。 <laughs> うん、なんかごぼう天丸天。なんか肉うどんとか、その辺が人気のところじゃないかなと思います。うん。で。他に有名なものって言ったら、何か思い浮かびますか?かす。中洲。うんないです?。食べもんか?。なか、なか、え、食べもんだけで?。食べもんだけで。もんうん。食べたことないだけに。 難しいかな <laughs> なんか有名なのはねもつ鍋それから水炊きっていうのがとっても有名なんですよああそうね明太子もね有名ですよねそうだけどあのー、水炊きは京都の方とかであるのかなないのかなあのー、お水からね鶏肉を入れてお鍋にしていくんですけど 有名なね、お店では、あの、お姉さんが好きって作ってくれるんですね。うん、で、下手な手を出したら怒られるというね、あの、そんなお店もあるんですよ。うん。あの、博多は、大阪もね、ご飯がすごく美味しいんですけど、うん、とっても美味しくて、あの、お刺身なんかもすごくね、美味しいんですが、うん、あの、スーパーに売ってるお刺身でさえ美味しい。うーん。うん なので、ね、東京の方から転勤してきた、ね、方とかはびっくりしたって、ね、おっしゃるぐらいなんですけど福岡,の福岡の魚は、うんうん、ど,どこで水揚げしてるのが多いわけ上,上,の上側かそのこっちのなんやら、うん、赤さばみたいな<え>赤鯖なんだろう 関鯖とかだと大分の方になるんじゃないかな,味やな関味、うん、とかねそう買ったらどないなの日本海側のはい玄海稲田っていうところ玄海はい。で、私が好きなのはな、ね、ブリとかねあ,あ,あの辺が好きなんですけどああうんうんうん美味しいんですよねよーこいそうやま <laughs> お腹すいたら食べますよ <laughs> はい。今度の、のりさんおごってね。おごって。いきなりか。ねえ、でも、本当に、あの、福岡のお店っていうのも、なんかすごい手軽なお値段で、あの、美味しいので、うん、うん、とっても、あの、県外から来た人にも人気があって、あ、うんまあ、博多は何でも美味しいねって言って、皆さん帰られるんですけどね。うん まあね、あのあれ新幹線でえーっと大阪から桜でどれぐらいやったかな、うん。多分2時間半ぐらいじゃないですか。2 1時間半ぐらいで行ける。うん、うん、はい。なのでねあのー、私も大阪関西の方に行くときはね新幹線のぞみ使って行くんですけど。はい桜で行けたよ。 金田桜だ,だったっけ？<laughs> <laughs> もうずっと前だけど、大昔やけど。うん、そうなんか懐かしいですね。大昔や。うんねえあの頃のあのー、ね記事とかがフェイスブックで上がってきて、うん、わああの時行ったなーとかね、うん,うーんなんか思い出したりしてましたよ。知らんけどあのー、福岡でいながら、うん。 U. S. J. の年間パスを持ってた人って。一応やねん。<laughs> そうでしたね。<laughs> 一応や。懐かしい。ね。もう、もう、もう、そんなことはできませんけど。でも、本当に。あのー。U. S. J. の、あの、パレードとかね。うん、もう感激して。うん、なんか、カメラを二つ持って。撮影した。気がします。タックだげ <laughs> うん。 結構な気つけて。そう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 、なんか懐かしい、あのー。白鳥のなんか。白鳥の湖。はげ、ね、違うわ。<laughs> <laughs> あのパレードで白鳥が出てきたの。パレード。うん、なんからそんなのね、ちょっなんか出てきたりするから。うん、ああ、懐かしいな、大阪いいなとかね。 思ってますよまたねもう行きたいなと思ってるんでその時はねぜひねあきちゃんと一緒にまたみんなでね会いたいですね。ううん、うん、でまあ大阪あれとしてその私前からちょっと出てるのが、うん、あの中はははいはい、はいとかねあの屋台,、うん、屋台通りっていうかううううんうんうん、うんその辺のことまたあのおいおいと。 全然だから知らんねんけど、そうか、あのー、そこ有名やんか。そうですね。うん、私もなかなか行かないですけど、なかす。うん、でもあのー、男性はね、うん、それは大好きな綺麗なお姉さん方がたくさんいらっしゃるのでね、あのたくさんねあのー、なんかみんなでニコニコしながら行ってるのはねよく見ますけれども、う,うん、いや、一般的に福岡は、うん 綺麗な子が多いとは前言うてたよそうです本当に綺麗な子が多くって私もうわーって思ってこうあのー、見てしまうね方がたくさん歩いてますので、うん、そんな中の綺麗な人が中市にいたりとかするからもうそれが癖になってあ福岡また通うかなって言っても多いんじゃないかなと思いますよ <laughs> <laughs> たまにハイヒールを忘れて片足落ちたるとか そう、私がね、あのー、博多区に住んでてねで犬の散歩でよくあちこちやっ行ってたんですけど公園にねサンダルが脱ぎ捨てられてたりとかロングブーツが脱ぎ捨てられてたりとかね結構ね <laughs> 何がここで起こったっていうことも結構あるんですけど楽しかったですよ。今はね、ちょっと 西区の方に引っ越してきたのでね、うん、そこに行くことはないんですけど、うん、やっぱりこれは夜のお姉さんが酔っ払ってそこがお家と思って脱いちゃったのかなとか思いましたねうんうんあ今あのそらちゃんがはい受け込みしてくれてるけどありがとうございますなんて書いてありますかごめんなさい読んでもらっていい運転中でお仕事中って書いて 本当ですかそんな中来ていただいてありがとうございます。聞き専門にせまして。はいありがとうございます。お店はね<え>山口県、うん。山口県近い。う,うん。うん、そうかー山口もねあの時々角島に行ったりとか、えー、するんですけどその行く途中にねウニウニ丼が安いお店とかって。えー 結局、うん、結局食いもんやね。<laughs> そうそう、なんかやっぱりね、食べ物第一なんですよ。うん、<laughs> あの、私がね、フェイスブックとかインスタとかに。食べ物アップしてるの、のりさんご覧になりましたか。いや、食いうもんばっかりやな思って。<laughs> そうそう、食べ物ばっかり、ね、え、うん、載せてるんですけど。もう食べるのが、ね、大好きで、でもね、あのね、そんなにたくさんの食べれなくって。 あのいろんな種類をちょこちょこって食べたい派なんですよ。だからねつい頼んじゃうけど自分はちょこちょこっと食べてあと残り食べてねっていう感じで <laughs> そうそん,そんな感じなのでちょっとぎょうさん欲しいみたいなそうだから品数が少ないの食べるのがちょっと苦手なんですよ。ううん、うん、うんんだからほらほ、ね、おうどんでも<う>さっき言ったでしょあの ほら、お肉とエビとね、それから卵が入っていっぱいになってるんですよって言ったでしょう。それ、3つ入ってるから食べるんですよ。うん、<laughs> そんな感じ。ね、そう。だからね、あのー、たくさん食べるっていうより、たくさんの種類を食べるって言った方がいいのかもしれないですね。そうやね そうじゃないの違うのかな。うんあ,あの泳けばすごいよ。あ本当。ただただあれはも好き嫌いも多いわ。あらそうなんですね。割れへんのが多い。う,ーんうんなるほどなるほど。あそういえば私ね福岡ではあの糸島っていうところがあって糸島好きやね。 うん。そう、<私>なんか結構人気のところなんですけど。この辺も内よう分からないけど。うん。あの、海がね、あってね。ねえ、まあ、ドライブコースなんですが、あのね、秋口から春、春先ぐらいまで、柿、柿って分かります <laughs> <laughs> そのね、柿、 を食べられる柿小屋っていうのがオープンするんですよ。う,うん。で、あのなんか掘ったて小屋みたいなね、なんかね、あの簡単な作りの建物の中に、いっぱい、あの、炭をね、起こしてあって、うん、で、そこで牡蠣とか、エビとか、うんうん、いろんなものがね、焼きながら食べれるんですね。うん、うん。だからね、今年の冬はね、行ってこようと思って楽しみにしてるんですけど、なんかね、 美味しい食べ物、ね。そして、いい景色とかね、見られる。ね。そういうのがね、好きだなぁと思ってます。のりさん、いかがですかああ、柿,うん、柿とかはな、美味しいやろうけどな、焼いてな。うん、うん。ねえ。なんか、いろいろね、自分で持ち込んだらいいかもしれない。なんか、レモンだとか、オリーブオイルだとか、うんうん、ね。あと何、何かな。海沿いで、 うん、そうですそうです。でまあ海がねこうダイレクトに見れるっていうわけではないんですけど、うん、でもあのそういうところも探せばあると思うんでいろいろとね探して、うん、美味しい店を探したいなと思っています。ちょっとととねあの細かかいところとか、うん てないけどわかるように説明していってくれたら、そうですね。また、うん、あの実際行ってね取材を兼ねて、うん、なんかちょっといろいろなたところになるべく行ってみたいと思います。うんうん。うんうん、ほんまに知らんからね。そっか。うん、そうよね。のりさんこれはもう行かなきゃってこう思ってもらえないといけないですもんね。そうそうそうあの行ったことないけどもう,、うん、もうこれ そうと思うようにねみんな <laughs> 本当ですねー。いろいろとねレポートしていきたいと思います。のるさん私ね、うん、あのー、今作詞作曲して歌を歌ったりとかしてるんですよね。うん。うん、なんという。<laughs> で、ね、一番最初にこれ一年前にできた歌なんですけども、まあ、季節が全然合わないんだけど、うん、桜花っていう歌をね、うん、ちょっと歌って で締めよううかなと思うんですけど、はいはい、ちょっと早いかな、まだ。いや、もうそんなもんやわ。そうですかね。うん、えっとね、これちょっと一番最初に作ったんで短い歌なんですけれども、うん、じゃあ、ウクレレをね、弾きながら歌っていきたいと思います。うんうんはい E aí ありがとうございます。もうね、この歌を作った時のお話なんですけど、前の日になんかお友達とお話をしてて、なんかリクエスト、あえっと、自分の歌が歌いたいのよねっていう話をしていて、うん、で、次の日にやっぱりクラブハウスでお話をしてて、で、実は歌を作りたいって言ったら、私もこの間作ったっていう人がいて、で うん、で、それで、それが午前中の話で、まあそんなことをいろいろ話してるうちに、うん、なんかものすごく作りたくなって、で、午後ね、自分で歌詞を作って、歌をつけて、うん、夕方に出来上がったのがこの歌なんですよ。うん。うんがとうやります。<laughs> なんかね、すごいもう嬉しくって、うん。で、なんか今ね、 いろんなことをしてるんですけど絵本も作っていてリュウの絵本なんですけどあとね色塗りで完成なんですよねうん、だからこの番組でもなんか番外編でもいいので絵本をね読ませていただこうかなと思ってますそれまで楽しみでうん最後まではね読まないんです一番最後のページの1個前で止めて うんでも、その続きがあるんで、うん、楽しんでいただけると思います。うん、うん。ということ。<laughs> そう、今ね、いろいろやってます。でも、やってみよう。<laughs> でも、やりたいことはね、やろうと思ってるんで。そうね。はうん。うん、うん。そう。だって人生、いつまでかわかんないじゃないですか。ね。うん、だから、もう、 やりたいことは、やり尽くそうと思っているので。うん。応援ぜひしてくださいね。そろそろ時間ですかう,です、ね、うん、まあ。今日ね、皆さんに聞いていただいて本当に嬉しかったです。今日はね、ボタンの博多物語第1回、ね、こちらをお届けしましたで。最初にテーマ曲が流れるんですが、えー、これはゆうくんの歌といって、私が書いている 竜の絵本のテーマソング。この間できたばっかりです。えあの覚えていただいて一緒に歌っていただければ嬉しいです。うん。では、またお会いしましょう。どうもありがとう。またねー。